ガールフレンドかっこ仮、君と過ごす夏休み。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ココミちゃんと過ごすクリスマス、ではラストやっていきましょう。新体操の大会のイベントが始まるところですね。メインシナリオの最後。女子新体操大会当日と。君も新体操部の応援に。新体操部の応援というかココミちゃんの応援なんだけどね。応援に来ちゃったの。シーノさんなら向こうで練習してるところね。なるほど、まずはウォーミングアップの練習があるということか。さっきも遠くから声をかけてみたんだけど気づいてないみたいで、本番前の練習に余念がないみたいね。てか新体操ってどういう競技だ？今は声をかけない方。ガンバとかのやつだとほら床とか鉄棒とかさ、釣り輪とかアンバとかあったじゃないですか。女性はでもあれなのかな、そのボール持ったりなんかフラフープみたいなの持ったりする。団体戦とかないのかね、団体戦プラス個人戦みたいな。あのさ、練習が終わってからさ多分時間あると思うんで、その時に声かければいいと思うんだけどな。いや、先生はお呼びではないぞ。今日は私たちも精一杯応援するからね。立花先生、ありがとうございます。一生懸命頑張ります。あなたも楽しんでいってくださいね。そうだね、新体操をやっている女子姿見たことないな。かなり楽しみだなこれは。みんなこっちを注目してる。やっぱりみんな椎名さんに期待しているみたい。椎名先輩、あ、ゆずちゃん、やったー、ゆずちゃんも応援に来た。ありがとうございます。先輩の演技今からワクワクするな。椎名先輩なら優勝間違いなしですよ。さらっとプレッシャーをかけますね、ゆずちゃんは。どうした、ね、強敵が入ってきたか。あ、あの人は全国大会1位の、なぜこんなところにみたいな。みんなはそう感じない？おかしいですか？注目されてるのはいいんだけど、その視線が椎名さんと君に集中しているっていうか、てかさ、大会でさそんなことしないでしょ普通。生徒のことよく見てますね。実は私さっきまで応援席にいたんですけど、でも今話すようなことじゃないと思うのでやめておきます。まあゆずちゃんはねちゃんと空気読んでますからね。途中でやめられても先輩も気になりますか？でもですね、あの葉月さん、私に気を使っているのなら大丈夫ですよ。それに私もこのままでは気になってしまいますから。先輩すみません、実は私も今日初めて聞いたんですけど、椎名先輩と先輩が付き合ってるなんて噂が広まっているみたいなんです。もうそうだよ、付き合ってるよ。来てくれている生徒の中にもそれを知ってる人が結構いるみたいで。みんな情報早いね、夏休みなのに。応援席はその話で持ちきりになっています。そうだったの？てか応援に来てまでさその話で持ちきりになるか。もちろん噂なので本当かどうかは。噂については前から私たちも知っていました。ただ私たちは、ここは俺に任せろですか？わかりました。何をやる気だ。もちろん俺たちはラブラブです。椎名さんと俺じゃ釣り合いません。まあこれでしょうね、噂のような関係じゃありません。うわあ、めっちゃ否定された。私たちは噂のような関係ではありません。そう、噂のような関係ではない、もっと深い関係なんだよ。つまり付き合ってないってことかな。先生、そこは改めて確認しなくても。あ、そうだよね、ごめんなさいね。私ではただ
てかさ、これさ本当にさ、大会舐めてないか、応援するやつら。ほらだって他のさ、学校の生徒もいるわけでしょ、後ろとかに。この大会であなたに自分の演技を見てもらいたいと思いました。そして応援してもらいたいと思いました。それは事実です。それだけは自分に嘘がつけません。だから今日は私の演技を最初から最後まで見守っていてください。よろしくお願いします。いやー、俺この学校の男子生徒だいぶ敵に回したな、前回といい今回といい。いる前でかっこいいです。尊敬しちゃいます。先生もちょっと感動しちゃった。椎名先輩、そろそろ女子個人の部が始まる。ああ、個人の部ってことは団体戦があるってことだよね。はい、入賞。でも大体さ、先にさ団体戦やってから個人戦じゃないのかな。先輩、入賞おめでとうございます。おお、さすがだな。ここで入賞すると次の大会は秋の大会とか秋の本戦とかね。ありがとうございました。先輩が声援中珍しく大きな声を出していたのでちょっと驚きましたよ。まあね、俺もあのテレビの前とかの応援じゃなければ普通に応援しますからね。あなたの声、演技前の私にもしっかりと届いていました。とても心強かったです。先輩、大きな声を出した甲斐がありましたね。あの、それで立花先生は今どちらに。先ほどお祝いに来てくださったんですけど、その後すぐに姿が見えなくなってしまって。先生は応援に来た生徒の帰りを引率するって張り切って出て行きましたよ。で、え、現地解散じゃないの。だってさ、高校なんだからさ、もうみんな駅違うでしょ。ましょうね、この近くに住んでる人もいれば駅の遠くに住んでる人もいるわけで。わかりました。いいね、ゆずちゃん、さすがだよ。ほんとこの子はね、空気が読める。すげえいい子だよ。私が入賞できたのは皆さんの応援とあなたの応援のおかげです。あと謝らなければならないことがあるんです。演技の前、皆さんの前であんなことを言ってしまって、もしかしたらまた誤解されてしまうかもしれないのに。でもあの時は。これはどっちがいいんでしょうね、この放送事故を起こしてみんなに知られるのか、まあ正々堂々と言って。これは真ん中ですね。俺は嬉しかったよと。そう言ってもらえてとても安心しました。あの時自分の気持ちを正直に言えてよかったです。あの、そろそろ行かれた方がいいのでは。大丈夫大丈夫、皆さんをお待たせするのも悪いですし。え、最後に言いたいことがあるですか。そうですね、私も同じ気持ち。何この二人、今日はここでニュータイプに目覚めたか。キュピンで、ありがとうございました。意思で通じ合える、ニュータイプに覚醒した可能性があるな。8月29日、ま、大会も無事終わったことだし、あとはね、31日の夏祭りを消化するだけなんで、29と30はね、ま、どうでもいいといえばイベント的にはもうどうでもいいんだけど、いるかな？いるちょっとめんどくさい。こんにちは、今日もいいお天気ですね。まだまだ暑くなりそうなので。だってさ、8月30でさ、もう今更この話するか。もうお前らニュータイプ同士で共鳴し合っただろう。はい、私に答えられることであればお答えしますね。ニュータイプの覚醒について、これか。私の趣味ですか。そうですね、アロマキャンドルを集めるのが好きです。自宅に様々な種類のものを持っていて、気分によって。でも今日8月30ってことはまたあれですよね、夕方から夜にかけて夏祭りのお誘いに来ると。もういいじゃん、ここで誘っちゃえば。
だってさ、もう誘うっていうのはもう絶対8月30日のこの段階では決まってるわけじゃん、ココミちゃんとしては。でさ、こんなさ、こんないつもの話題してる時もさ、どうしよっかな、勇気出して誘おうかなって絶対内心では思ってるわけでしょ。すみません、この後予定が入って、予定が入ってその後うちに来るのか、忙しいね。まだまだ暑いので体調には気をつけてくださいね。で多分今のココミちゃんは、あ、夏祭り誘えなかったな、言っとけばよかったかな、どうしようかなってね、心の葛藤で悩んでるはずですよ。で勇気を出してきたと。はいはーい。あの、急にこんなところまで押しかけてしまってすみません。でも直接さ家に来て誘うっていうのもね、すごいよね。これだけですよ、本当に。本当に夏祭り誘って終わりっていう。もしよければ私と一緒に。俺がさ、例えばコンビニとかに買い物に行ってたらさ、どうしてたんだろう。行きませんか。大会も終わって落ち着いたので、夏休みの最後に他にも楽しい思い出ができるといいなと思ったんですけど、ダメでしょうか。いや、まあもちろん行くよ。行っていただけるんですか、本当に。よかった。実はここに来るまでの間、もしダメだったらどうしようってずっと思ってたんです。でも思い切ってお誘いした甲斐がありました。はい、それでは会場でお待ちしてますね。現地集合か。これだけさ家が近いんだったらさ、もう俺がココミちゃん家の家に行って、そこからもう一緒に夏祭り行こうよ。村上先輩とかだったら多分現地で集合した方がいいかもしれないけど。てか宿題終わってなさそう。絶対宿題終わってないこいつ。ああ、ココミちゃんの浴衣姿ですね。はい、約束の時間よりだいぶ早く着いてしまいました。やるね、俺より早く来るのはやるね。すぐにあなたもいらっしゃったので結果的にお待たせ。やっぱね、その約束の時間より別に早く来いとは言いませんけど、遅れてくるのはねちょっと NG っすよね。結構いるんですよ、結構いますよ、その約束の時間より遅れる人って。まあ一応連絡はくれるんでいいんですけど、そこはね俺やっぱ一つのね指標にするんで、約束の時間に来るかどうかっていうのは。ノープランは良くないな。これは別に浴衣とても似合ってるねでいいでしょう。てかさ、話の脈絡なくね。ありがとうございます。この浴衣ちゃんと似合ってるか不安だったんです。でもあなたにそう言ってもらえると安心というか、すごく嬉しいです。とりあえず初めは縁日を回ってみませんか。見てください、金魚すくいやヨーヨー釣りがありますよ。金魚すくいか、俺の得意分野だな。金魚すくいとヨーヨー釣り、ヨーヨー釣りもできるのか。私も金魚すくいをしてみたいです。はい、行ってみましょう。すごいです、3匹もすくえましたね。3匹か、ちょっと手加減したね。私も挑戦してみていいですか。はい、頑張ります。早速行きますね。えい。相変わらずのすごい素振りだな。あれでよくすくえるよな。絶対ウィポイ破れるっしょ。難易度が上がるんですね。わかりました、今度は慎重に行きます。やっ。もうなんか本当にさ、ピッチャー第1球投げましたみたいな。すくえました。褒めてくれて。でも2匹すくったのか。ココミちゃんやるね。次も慎重に行かないと破けてしまいそうですね。今度もそっと。何、3匹すくったか。じゃあ続けて。だがここまでだな。もう一回行ってみますね。4匹目をすくうことはできん。やりました。おお、マジか。4匹すくうことができましたよ。やるね。しかし俺の最高記録10匹を超すことはできなかったようだな。いや、ここみちゃんはねすごいね。あなたのアドバイスのおかげです。まあアドバイスはね、これで4回目だからね、だいぶアドバイス慣れもしてましたよ。ありがとうございました。次はヨーヨー釣りをしますか。ヨーヨー釣りか。
あなたの腕前。ヨーヨー釣りは初めてやりますよね。釣れましたね、おー釣ったね。これちょっと金魚すくい負けたからムキになったね。だって自分3匹でココミちゃん4匹でしょ。これ絶対ヨーヨーすくいね、あのムキになったよ。ヨーヨーをあげたらとても喜んでくれて、見ているだけでほっこりした気持ちになれました。まあ、ヨーヨーとかロックも持ち歩いてても邪魔だからね。実際目の前でやっている射的の景品です。射的か、射的はちょっと苦手なんだよな。取っていただけるんですか。でも標的が小さいですし、かなり難しいのではないでしょうか。でも標的が小さいってことは多分ね、当たればね一発でいけるんですよ。じゃあ椎名さんのお金でやろうとか。お前ひでえな。大船に乗ったつもりで任せて。はい、わかりました。うーん、大船に乗ったつもりにはなれないな。どっちかっていうと苦手分野だからね。楽しみです。1回で4発まで撃つことができるんですね。でも乗り出して撃つのは禁止のようです。うん、それはしょうがない。ただでさえ標的が小さいのにさらに難しくなりますね。まず一発目、よーく狙ってくださいね。ちゃんとコッキングして。あ、惜しいです。まあ一発目はその銃の特性をつかむために。ではどうでしょうか。はい、頑張ってください。どうだ。狙いが上すぎたみたいです。なるほど。こうなったらキーホルダーが取れるか、小遣いが尽きるまで続けてやるですか。なんかあれみたいですね、 UFO キャッチャーで金をつぎ込む人みたいな。だから、まあ、俺ね UFO キャッチャーも結構得意なんですよ。で結局 UFO キャッチャーってそのアームの強さとかがあるんで、もう絶対取れないやつとか絶対取れないんですよ。で取れるやつは取れるんですよ。だそれの見極めですよね。だから人がやってるのを見て、まあ、このアーム強いなとか思ったら、まあ、やったりしますけど、あ、もうこれ絶対取れないっていうのはやっぱあるんで。そうなの。てかなんでココミちゃんにアドバイスをいただいてるの。ココミちゃんスナイパー。てかさ、こんな二人でやっていいの。ちょっと君たち、それはルール違反だよ、一人でやらないとって。おっちゃんに怒られるよ。このくらいで大丈夫でしょうか。それでは3回目。え？やってみましょうか。ココミちゃんマジスナイパーだったの、あなた。あ、外れてしまいました。そうですね、お互いもっと体を寄せて狙いを定めないといけないかもしれない。そういうもんなの。残りはその理論初めて聞いたんだけど。2人で協力して景品を獲得しましょう。どうでしょうか。これむしろさ、ココミちゃんがやった方がいいと思うんだけど。銃も安定すると思うんですけど、いい感じですか。それに息が耳にかかってくすぐったり。それ完全に集中力さ欠けてるよね。つい射的に夢中になってしまって。これココミちゃんに任せた方がいいと思うよ。大丈夫だから二人で的を狙う。俺今ダメだよ、全然集中力ないよ。わかりました。では元の体勢に戻りますね。はい、位置はこれくらいで、あとはあなたの判断にお任せします。結局投げられた。打つ前に少しだけ深呼吸をさせてください。だって多分トリガーを引くのは俺だよね。ココミちゃんは多分重心を安定させてる係だから、深呼吸も何もなくね。もう大丈夫です。じゃあよろしくお願いします。ファイヤー。オーケー。ついに景品が取れました。これだって1ターンで取れたよね多分。そして唐突に始まる花火。打ち上げ花火、とても綺麗ですね。今の花火が私にとって今年最初の花火。そしてあなたと見る。いや、もう8月31日になってたら最後の花火になるんじゃないの。始まったせいか人が少しずつ増えてきましたね。はぐれてしまわないように、そのもう少し近くを歩いてみますか。ああ、いいよいいよ、手つなごうよ。そんなことより、ありがとうございます。あ、そうですね、ほらほらほら、つなげばグッドアイディア。ね、誰だ。
押したやつ。ごめんなさい、人にぶつかってしまって、ついあなたの肩に。いや、このままがいいんですか？それは俺が頼んだ資格だ。今ので一回1000円かかりましたからね。ぶつかって俺の方に肩を寄せる、その役目1000円っす。1回高えな、高いけどしょうがない。これなんでさ、ここのシーン幼くなってんの、だいぶ。ああ、あの左下の変なネズミみたいなやつ取ったんだな。これでもさ、絶対またさ噂になるよね、やっぱりみたいな。こんなさ顔撫でてるシーンさ目撃されたらさ、確実にさ写真撮られてさ晒されるよ。そうかな、これね外せるんすよセリフ。最近知ったんですけど、またキモ可愛いとも言えないな、ちょっと俺には分からん。ここであなたと一緒に花火を見たこと、この先もずっと忘れないと思います。この夏を私と一緒に過ごしていただいてありがとうございました。いやー、それはこっちのセリフだよ。高校2年生の、この孤独なクリスマスを一緒に過ごしていただいて本当にありがたいと思ってます。もう日付も12月25日になりましたね。今ねちょうど0時10分くらいです。なんでまあこの後全部、まあ編集って言っても編集することはそうないんで、25の朝には上げられるようにして、まあ見ていただければと思います。まあ明日もね、ただ平日っちゃ平日なんで、休みとかだったらね本当に一日中何にもない人は何にもないことになりますからね。まあ、ケーキも食ってないっすね、だから今年も今年もっす。いやー、でもクリスマスケーキって25も売ってるよね。なんかカットだけでも買って一人寂しく食いながらまたなんか実況しようかな。でもまあやるとすればジョジョとか全然進んでないな。ジョジョの奇妙な冒険とか、今奇妙な冒険をしてるあれじゃないですからね。奇妙な冒険をするよりは女の子と過ごすこっちの方が大事ですからね。まあジョジョを見てくれてる方は申し訳ないですけど、こっちが優先です。ガールフレンド音符の方もちょっとやらないといけないし、何気にねやっぱね冬はいろいろソフトラッシュなんで大変っす。まあ時間をだいぶ取られるのと、でもまあ年末年始でねだいぶ多分やる時間が取れるんで、まあここでがっつり取りためて、1月過ぎればだいぶ自分のゲームスケジュールは落ち着いてくるんで、まあこの年末年始がまたゲーム付けですね。クリスマスもガールフレンドやって、年末年始もゲームやると。まあでもこれが俺の生き方です。まあ年末年始はね婚活パーティーとか行く予定はないんで、もう本当に何の予定もないですね。おはようございます。なんだか眠そうですね。そりゃ眠いよ。昨日は夏休みの終わりが惜しくて明け方まで寝つけなかったんですか？それで今朝は寝不足なんですね。てか宿題はやったのか？見てみると絶対終わってないだろう。よほど夏休みの終わりが名残惜しかったんですね。実は私も今年の夏休みは。椎名さん、あれなんか出てきた。神楽坂先輩。神楽坂先輩、これね音符で出てきたんすよ。おめでとう。次号の校内新聞にあなたのインタビュー記事を載せたいと思っている。新聞部か。今少し時間ある？あ、ちょっと椎名さんをお借りしてもいいかしら。そう、高いよ。あ、椎名さん、
新体操の大会、あかねちゃんじゃないか。入賞おめでとう。桜井さん、ありがとうございます。今度、お昼の放送で椎名さんの特集を組もうと思ってるんだけど、少し協力してもらってもいいかな。おお、引っ張りたこだね。もちろんいいですよ。でもそれは新聞部の取材が終わった後にね。あら、戦略があったんですね。これはでも師匠が来たら私が先よとか絶対言ってくるよね。新体操の大会入賞おめでとうございます。加賀美さんは別にテニス部だから引っ張ることはないっしょ。椎名さん、おはよう。立花先生、おはようございます。今何の時間これ。この後の始業式で大会の表彰があるからよろしくね。はい、そういうのってさ、ホームルームとかに言いなよ。そろそろ取材をしたいから落ち着ける場所に移動しましょうか。はい、それではまた後ほどお会いしましょう。まあ同じね、クラスメートなんだからいつでも会えるっしょ。新体操部のエース大人気だね。この調子だとこっちのインタビューなかなかできないかも。君も椎名さんとお話ができないと少し寂しい？そう、彼女はまさに高嶺の花か。高嶺の花って感じだよね。椎名さん、入賞おめでとう。ありがとうございます。この学校は椎名さんしか入賞できなかったんだね。いやでもさ、始業式の日ってさ、午前中で終わるでしょ普通。こんな夕方までさ、何やってんの？姿が見えなくなったので探してしまいました。それは夏休み。ほら終わってないよ結局。夏休み中に終わらなかったんですか？終わるわけないじゃん。いいえ、謝らないでください。それよりお手伝いしましょうか。乗りかかった船というか、やっとこうして落ち着ける状況になったので、少しでも二人でお話ができればと思いまして。あー、まあお話は後で、とりあえずさ英語やってくんない？俺英語全然できないんで。お宿題を片付けてしまいませんか？はい、ではこの前みたいに隣に座りますね。もう少しちょっと助っ人を呼ぼうよ。各科目一人ぐらいずつ。今やっているのは、ほら英語俺無理。宿題ですか？これだけならそれほど時間はかからないと思いますよ。あと国語用に村上先輩呼んで。でも今日はあと1時間で図書館は閉まるようですね。まだ歴史の宿題も。歴史か。歴史はね嫌いじゃなかったんで、そこそこの得点源でしたね。基本的には国語の現代文と、まあ、日本史、俺日本史選んでたんで、日本史が得点高くて、英語がねすげえ得点低かったっすね、やっぱり。で文系だったんで基本3科目で受けました。伝えたいこともありますので。いや伝えたいことはあのニュータイプの共鳴でいいよ。ピキーンってやってくれればピキーンって。はい、というところで、まあクリスマス中に一気に椎名さん攻略しましたけれども、まあまあまあ寂しいクリスマスになったということで、いやでも椎名さんと過ごせた、これが今年の俺のクリスマスの思い出です。というわけで、まあ次回また新しい攻略キャラクターになっていきますので、よければそちらの方も見ていただければと思います。では椎名さん攻略編はこれで終了します。